小吉、大吉、あみ吉です。ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回は、新環境ということで、ボムターバルーン新環境どうなのっていうことでね、はい、やっていきたいと思います。順位はまあね、そんなに やれてなくてね、まあ、ちょくちょく上がってこれてるって感じですね。そうで、今ね、バイト終わって帰ってきて、まあ、ちょっと経ってね、動画撮ってるんですけど、今日ね、嬉しいことがあってね、そのバイト先の先輩がね、僕の YouTube を見て、クララを入れたって言ってくれてね、いや、めちゃくちゃ嬉しい。やっぱね、こういうのがなんだかんだ一番嬉しいっすよね。そう、それで、ペッカシアターまで行っててね、早い早い。すごいっすよね。そう、なのでっていうか、まあ逆にね、面白いんじゃねってことで、まあ、ツイッターでは言ったんですけど、クラロワって何っていうね、ちょっと初心者向けの動画をね、出そうかなって思います。まあ、いつになるかわかんないんですけど、それが出すのが。まあ、いつか、てか近々出したいなと思ってます。逆に今もう出してる人いないじゃないですか。そう、なのでね、それをね、ちゃんと説明できるようにして、まあそれを見てね、まあ見てくれるかわかんないですけど、それを見て、クラロ入れてくれる方がね、少しでも増えたらまあいいかなっていう。まあ多分ないと思うんですけどね。まあ、ちょっと面白そうなんで出そうかなって思います。そう、それで今ね、やりたいことがね、めちゃくちゃあって、この動画っていうか、クラロワで、企画でね。で、そう、めちゃくちゃあってね。まず、あれ、リプ？ボムターバルーンのリプに、リプにリプレイ解説みたいな、なんて言うんだろう。リプにアドバイスする企画？ 600 人記念企画の。あれもまだ1回目しかできてなくて、まあ、今ね、撮ろうとしてるところなんで、まあそれは今週の土曜ら辺にあげられるかなって思ってるんですけど、そう、他にもね、トロフィー7500以上の方にお願いしてね、僕にバルーン以外のデッキを教えてくださいっていう投稿をツイートしたんですよ。そう、そしたら、めちゃくちゃではないけど、なんか、いいですよって言ってくれる方がね、多くて、うまい方のね。で、何があったかな？ラバと、ゴレと、ウォールブレイカーってことで、まあ、めちゃくちゃ、ね、幅広い、いろんなデッキ、教えてくださることになってね。ありがたいことに。で、それをね、早くやりたいんですけど、時間がね、あんまないっていう。なので。まあそう。で、その、やってくれる方側のね、予定もあると思うんで、まあ今月中に、誰か一人か二人、一人か二人の方との、そのね、方にデッキを教えてもらう企画をね、取りたいなと思ってます。まあ、厳しいかもしれないけど。そう、で、やってくれるって言った方、まず一人目、まあ、ゴレ使いの方なんですけど、8200ぐらいなんですよね。8200超えてるかな、確か。で、まあ、やばいじゃないですか。で、めちゃくちゃ緊張してるしね、なんなら。そう、8200の方で、で、ウォールブレイカーの方も7900ぐらいかな、確か。で、ラバーも7600とかかな？いや、ちょっと、もっと高かったらすいません。ってことでね、めちゃくちゃ、うまい人たちに教えていただけるってことでね。いやー、ありがたい。早くやりたいんですけどね。やっぱ早く、上手くなりたいじゃないですか。いろんなデッキ使えるようになって。また白液ですね。白液多いな。多いのか？流行ってるのかな？さあさあさあ、これで何来る？ザップか。あ、一発入っちゃうかな。まあまあまあ、しょうがないですね。
ここ行ってもいいんですけど、まあ、迫撃多分ここで受けられて、めんどくさいことになってたんで。僕は迫撃来たら、マスケと樽で。来なかったら樽だけ。そう、それね、やってくれるって方が多くてね。デッキ幅が一気に広がる予感がしてますね。そう、その企画にすることによってね、まあ、視聴者の方もね、立ち回りとか、勉強になると思いますので、めちゃくちゃいいかなって思ってね。そう、それやってくれるってありがたい、ありがたすぎる。うわー、ガゴムレインだ。それは聞いてね。それは聞いてねって。ガゴコウモリか。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。あー、てか、アイスウィズブースト来てるのに当たんないっすね。さては流行ってない。いや、トロが低いからか。うーわ、ファイブザップ、はいや。今一瞬でしたね。これ、ブラフで。なんか咲くっしょ。咲かなかった。マジか。やりますね。やりますね。やりますね。ここね、打っちゃっていいっすね。あんま良くないわ。ああ、最悪だな、これ。これ最悪っすね。これ、ホグ来る？うわ、うー。いかついなー。攻め方いかついなー。迫撃がめんどくさいですね。これ相手なんだろう。バルーン読みのガゴムレだったのかな。これねー、高めの迫撃が何もできないですね。いや、これ対空めちゃくちゃ切ってるんで、超チャンスなんですよ。ファイブ切ったらもうめちゃくちゃチャンスですね、これ。まあチャンスなんですけど、一回後ろから行きます。そう、迫撃高めで受けられて、何もできないんですよね。そう。なので。これはね、こっち行きますよ。さすがにね。で、ガゴムレが来そうなタイミングで。いや、これエリクサないっすね、相手。ファイブかな。一発入るでしょ。入んないか。オッケー、一発入った。で、なんならこれマスキもね、ちょっと入ると。で、ファイブ切ったんで、おお、マジか。それは意外。ここ5打たれそうで怖いんで。うお、マジ。これガゴムレ来たらやばい。オッケー。それはエリクサないっすね、相手。なんでこれゴブリンだけで受けれる。で、これ5打ったら左のマスキが入る。釣れてない。いいですね。マスキも削ってる。で、ここ絶対ホグ来るんで。で、ファイブも来るかな。はい。なので、マスケも出すと。おっと？何してんだ、お前。なんで迫撃入ってんの？なんで？よいしょ！ OK、GG。いいですね。迫撃枯渇は結構きついんですけど、ガグムレ入りは特にね。今みたいになんか両サイド振って、振りまくって、まあ、マスケを刺すとか、どっちか、そうですね。なんて言うんだろう。両サイド振りが、いいです。いやー、ボムバルやっぱ強いっすね。なんか予想的中しそう。環境来る気はしてるんですよね。ちょっとだけ。やりゴブ多くね？また迫撃かな？え、また同じデッキじゃん。これなんで流行ってんの？ ああ、クイ？珍しいですね。クエイクか。クエイクなんでマスケがめちゃくちゃ強いかな。なので、ケツマスケ。そう、撮りたい動画がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。クラロワって何っていう動画も撮りたいですし、あとはね、バルーン以外のデッキでのトロ上げ動画も撮りたいんですよ。環境デッキとかね。撮りたいのが多くて困ってますね。そう。ストックで撮ってもいいんですけどね。そう、今めちゃくちゃ撮りたいのがいっぱいある。なんだっけ？ゴレとラバとスケドラじゃない、スケドラじゃないや、ウォールブレイカーか。教えてくれる。
3人の方で、そう、それどうやってやろうかなって思ってて、多分、1本じゃ収まんないじゃないですか。結構、がっつりめっていうか、まあ、1本でもいいんですけど、全然。長くなっちゃうと思うんで。これ、コウモリでルート矯正されました。ありがとうございました。これ、もう、めちゃくちゃ入りますね。もう一発入りますね、これ。やりこぶ出しても入りますね。で、相手それ出したら、ホグ出せるエリクサがないんで、GG かな、これは。そう、コウモリね、あれたまにあるんですよね。こっちが狙ってるわけじゃなくて、向こうがなんか、たまにね、ああなっちゃうんですよね。しょうがないですよね、あれ。向こうはコウモリ最速で当てようと思って出してるんですけど、なんかね、これやりごぶ来るかな。そっち？ホグ回したのか。待って、ずれた。うん、いやー、もったいな。まあね、ほ、えっと、そう、ホグ相手はね、ボムター構えないとダメなんですよね。構えておかないと。今みたいなミスする可能性があるんで。まあこれ相手、左に食い食ってないと、負けなんで、これで GG。OK、今両サイド攻めててよかったっすね。攻めといて。これで左しか攻めてないで、守りから入ってると、今みたいにミスったらね、まあミスんないきゃいいんですけど。はい、ということで今日は参戦ということで、今日多分マルチ負けてねえな。あんまりやれてないんですけどね。はい、ということで、今回は参戦3勝ということで、もう一人で3桁ですね。で、序盤域移動も取りたいんですよ。そう、序盤域移動も取りたくて、このバルーン、まあ、ボムターバルーンとか、このバルーンとか、これおすすめです、ちなみに。この間ちょっと動画で出したんですけど、もしかしたらこれで参戦の動画を出すかもしれません。で、ラバも使いたい。で、この穴っぽいちょっと自作、かな多分。なんですけど、もうすでに使ってる方いたらすいませんってことなんですけど、これも使いたいで、紹介したい。で、こちらも紹介したいということで、紹介したい出来がめちゃくちゃあって、撮りたい動画もめちゃくちゃあって、どうしようっていう感じですね。はい。なので、まあ、ね、お楽しみにっていうことで うん。ということでね、まあ、これが上がるのが木曜日なんで、そう、9日なんで、10日は、多分違うデッキの、この、マルチの動画。違うデッキの紹介、環境デッキの紹介かな。で、土曜が、リップにアドバイスする企画とかかなって感じですね。近い予定では。はい、ということで、この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。